にちは、佐々木です。本日はメルカリ、コロナウイルス対策マスク発見、予防マスクの仕入れ方法を紹介しますよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。コロナはですね、マスクの仕入れ方ですね。で、今現時点で、ダイソーさんのですね、こちらマスクはですね、もうほとんどない状態なので、ぜひね、まあ、コロナウイルス対策のマスクですね。これは私は実際に探してきました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらなんですよね。まあ、これ一連ですね。ガードプロっていう、なんですけど、これ398円で売ってました。で、性能なんですよ。こちらですね。微粒子99%カットですね。で、ウイルス90%カット、花粉99%カットっていう、これすごい優秀なマスクで、実際これ高いんですけど、これですね、私の地元ですね、ドラッグストアですね、杏林堂ってとこありまして、まあ、安く売ってたんですけど、これですね、一つしか購入できないようなんですよね。はい。なので、まあ、出すとし、これ一つで出すとし、購入して出すとしたら、一つで出品する形になっちゃうんですよね。はい。で、まあ、実際ですね、これ、売れてるかどうかちょっと調べてみたんですけど、これメルカリで調べてみたら、売ってます、これ。これですね、全く一緒ですね、これ。7万円ですね。これも7万円なんで、全く一緒ですね。売ってますね。はい。で、これで出品そんなに利益出ないんですけど、まあ、実際売ってるのね。ぜひね、安心していただければいいかと思うんですよね。まあ、結構って書いてあるんですけどね、これ。これはどこ？広島の方なんですよね。これ実際売れてます。はい。はい。なので、ぜひね、まあ、この商品、今回ちょっと高かったんですけど、もうちょっと安く仕入れていただければね、利益さらに出ると思うんですよね。はい。で、他にもですね、まあ、この商品だけじゃなくて、まあ、いろいろね、絡めて売っていただければ、結構高く売れてますね。まあ、これすごいですね。9800円ですね。65枚あるんですけど、すごいですね。まあ、これ高く売れてるんですよね。はい。で、これ私のですね、ビジネス講師がちょっと聞いたんですけど、余談になってしまうんですけど、これ、東京でね、マスクが本当ない状態なんですよ。なので、このメルカリのね、高い値段で売りたいと思うんですよね。それでですね、外国ですね、シンガポール等でですね、マスク全くないので、これですね、輸出ですね、輸出する方はね、ですね、結構儲かるかと思います。はい。なのでぜひね、まあ、こういった商品なんですけど、ドラッグストアに行くと、まあ、売ってますね。ただ、ちょっと購入がね、少なくなってしまうんで、まあ、店舗はしごしてね、売っていただくといいかと思うんですけど、まあ、今後ですね、マスクはですね、まあ、搬入するのはですね、実際聞いたんですけど、なんか、時間かかるらしいんですよ。なので、結構ですね、高騰していく可能性もあるかと思いますので、ぜひね、まあ、興味ある方、まあ、こういったね、ちょっと性能いいマスクですね、購入していただいても、さらに高値になる確率はありますので、ぜひ試していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネーム散歩お願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。